さて、さてね、はい、なんかもう週刊誌表にも書いたんだけど、はい、なんか性加害問題がもう性加害問題ばっかりでさ、そうですね、ちょっとなんかちょっと嫌気さすね、はい、またあの何サッカーの選手の伊藤純也ですね、伊藤純也でしょ、はい、テレビあの番組はあんまり見ないから知らないけど、あの、はい、若新雄純っていう、はい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 、これ先週もやったけど、そうですね、今週も今週の方がもっと出て、もう若新はもう出ないらしいですね、若新はもう全面的に降伏しちゃったね、そうです、即です、うん、テレビ全部やめ、はい、大学もやめ、はい、もう即、で伊藤純也の方もでこれね、まあ、若新のコメント別にいいコメントとかなかったんで、あ、そう、まあ、出なくなること自体はまあ別に、まあハンサムボーイですね、だけど見たら、そうですか、ね、いや、なんでテレビが、うん、あ、こんなの使うのかと、若新を使ってるのかあんまりよく分かんなかったんですよね。でも結構出てんだよね、はい、これね、あ、そうです、あの、はい、ワイドスクランブルとか N スターとか、そうなんですよ、アベマでもニュース番組に出演、はい、各局を日々走り回る売れっ子だった、大学でも藤沢で、はい、慶応の藤沢で教えてたんでしょ、はい、そうですね、うん、それはもうだけどね、これもね、まあまあひどいってひどいんだよな、これな、はい、まあ言うのもはばかれるけどね、そうですね、このそれよりも痛いのは伊藤純也ですよ、痛いっていうのはどういう意味ですか、痛いっていうか、まあ、そのサッカーマンとして痛いっていう、そう、事実はともかくとして、うん、ちょっとわからないですけど、うん、サッカーファンとしては痛いですね、うん、事実は大体ね、はい、でもこれね、要するに2人がですね、はい、伊藤純也ともう1人かな、はい、2人の女の子をですねホテルに連れ込んでですね、はい、そこでまあいたしちゃったっていう話ですよね、そうですね、はい、でその一応その被害者で今度訴えたその A さんはですね、はい、昨年9月以降伊藤側に謝罪を求め続け、11月に入ってからは弁護士を通じて話し合ってきたと、うん、で伊藤側は女性との行為は認めながら性的同意を主張と、うん、金銭による示談を提示するとともに示談が成立した場合の条件に公害禁止条項、まあ、喋っちゃいけないと、はい、を盛り込むように迫ったの、うん、だからその行為自体があったことはもう間違いない、まあそうですね、だけどそのじゃあなんかわかんない、そのもうなんかいきなりあの、意識を失ってですね、はい、あの目が覚めたらもう抑え込まれてたというような状況なんですよね、はい、これ、はい、だからそれはそのまあこれはわかりませんけど、はい、なんかその薬でも入れてたんじゃないか、はい、今もう証明する方法はもうないでしょうけどね、そうですね、うん、こっちの方はちょっと相当まずいんじゃないですかね、これその一回示談にしようとしてたっていうことが、はい、はもう そういうことがあったことは認めてるわけだから、そうですね、はい、そうすると同意があったかなかったかっていうことだけになっちゃうから、ね、はい、あのこれまあ裁判になっても結構きついんじゃないかなと僕は思いますけどね、はい、まあ、うん、この辺が、うん、まあ、ちょっと今出てきてるじゃないですか、いっぱい松本人志の、そうなんです、だからこれもそうですし、こういうどん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 出ちゃってね、微妙なライン、そうなんですよ、っていうかまあ男の方は基本的には合意だったって言って、うん、女の方が合意じゃないっていう話自体が、うん、時間が経ってから、まあ、この時はちょっと割と早めに動いたんですけど、まあ、これは早めですけどね、早めに動いたと思うんですけど、うん、こういう話っていうのが、うん、今後これも出始めたら、うん、もうどん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 ミートゥー運動みたいな感じで、そうそうそう、私も私もっていう形でずっと続く可能性あるんじゃない、うん、で、うん、正直体育会系はまあ、芸人もそうですけど体育会系はもっといっぱい出てくると思うんですよ、いや出てくるよこれ、はい、だから体育会系は知らないけど、はい、芸人は出てくるでしょうね、体育会系も芸人もすごいあると思うんですよ、うん、余罪が、うん、でこれがもっと出てきたらどうだけどこういうことを、はい、なんかちょっと僕らは信じられないんだけど、はい、まあそのじゃあその若いから、はい、性的衝動でですね、はい、女性といたしたいと、はい、いうことであればさ、はい、なんか叱るべきあれもあるわけじゃない、あ、まあ、はいはいはい、はい、そのまあそれを法律的に禁じられてるかどうか知らないけどさ、はい、っていうか禁じられてるんだけど、はい、それだってまあなんとかなるわけでしょ、はい、そういう施設もあるわけじゃない、まあそうですね、それをなんで普通のね、はい、素人 そのファンか女の子か、はい、この場合は仕事でのつながりなんですけどね、伊藤純也の場合はね、でファンでもなかったっていう感じなんですね、仕事の人のつながりでね、はい、生かされて、はい、うん、そこでそのなんかいきなりベッドに連れ込まれてるっていう時に気がついたというようなね、はい、状況をなんでそんなね、うん、その自分のさ、はい、立場とかさ、うん、そういうことを考えないのかね、
うん、まあそうですね、まあ、いくら若いとはいえさ、はい、いくつですか伊藤純也さんっていうのは、30歳ですよ、はい、30ったらもうそこそこの大人だよあんたよ。そうですね、そうでしょ、はい、リファックのさ、はい、あの、まあ、じゃないんですかね、男の子じゃないんだから、はい、で自分がそういうその、サッカー界でスターであるんだったらさ、うん、それなりのね、はい、その身の処し方をしなきゃダメでしょ、はい、これはだから僕はもう全然あの擁護するつもりもないんですけどね。あ、なるほど、もうこれは、うん、まあ、この書かれた方が正しいんじゃないかっていう感覚は受けるっていう感じですか、うん、まあまあそういう感覚は受けましたね、はい、僕は、はいはいはい、この、まあ、飛ばし記事だっていう感じの新潮を読んだ限りはね、はい、うん、あの飛ばし記事じゃないかっていう話もあるんです、まあ、かなり具体的でしたよね、うん、読んだら、はい、具体的だし、うん、その実際にさっきから言ってるように一回交渉してるわけだから、うん、はい、それはその交渉ってその示談の交渉を、あ、まあそうですね、うん、はいはいはい、そうですね、何にもないんだったら示談の交渉なんかしないわけでさ、はい、はっきり言って、まあ、あったのは確かで、うん、でただその同意かどうかっていうところは、うん、これはもう難しいからね、はい、難しい、ね、うん、難しい、だからそこはその、はい、あのそういうの争う余地はあるのかもしれないけど、はい、疑われるようなことをするのがまずいですね、はい、パッと目が覚めた時に伊藤さんが私の上に覆いかぶさっている状態、うん、いうようなことなんだから、はい、これはやっぱり具合悪いよな、まあ、そこまで飲ませたっていうのも悪いんですけど、うん、そこまで飲むかっていうのもちょっと僕もその初めての人たちのところでっていうのはちょっと若干思うんですけど、ただまあ仕事絡みの話だから、はい、そうですね、うん、初めは彼女はもう行きたくないと大阪には行ってたんだけど、うん、その会合にも行かないって言ってたんだけど、はい、社長と一緒に行ってて社長が外して、まあ、社長に、うん、まあ、連れてかれたって感じなんですよね。そうなんですよ、はい、だからどっちかというと、うん、僕は社長に責任がかなり今回の仕事もらえるからみたいな感じで連れてかせたってところに問題があるんじゃないか、うんうんうん、で最後、うん、預けて連絡取れないような状態にしてるんですよね、社長はその別のとこ行っちゃって、それはどうかなと、そう、ね、僕はその本来守らなきゃいけないはずの社長が、まあまあ献上しちゃったみたいな流れになっちゃって、事務所の社長には連絡してあるから大丈夫と止められたんです、はい、社内でどこに行くんだろう、どこかのバーかなと考えていたら伊藤さんが誰かと電話を始めて、今から女の子たちとホテルで飲むからと言っているのが聞こえましたと。さらに続けて、今思えば電話の相手は伊藤さんの専属トレーナーの男性だったのでしょう、いずれにしても私たちはホテルに誘われて自発的について行ったわけではありませんと。かくして4名を乗せたのがロイヤルホテルの駐車場で、先に私たちが X さんとホテルの宿泊会に上がって一旦 X さんが泊まっている方の部屋に入りました。で、ほどなくして2人が X 氏に泊まられながら隣の部屋に入ると、そこには伊藤の姿があったと。さらに私たちが部屋に入った直後に別の男性が大量のお酒が入ったビニール袋を抱えて入ってきました。伊藤さんは私たちにその男性を自分のトレーナーだと説明しました。 B さんは椅子に座ったまま眠りに落ちてしまったと。私、普段は酔って意識をなくすなんてことはなかったのですが、その日はいつもと感じが違いました。実はホテルに到着してからの記憶が曖昧で、今日はあまり飲めないかもといった記憶があるくらいです。この点 A さんも友人の様子を次のように言う。確かに B ちゃんはホテルの部屋で飲み始めて10分から20分後には椅子の背にもたれかかるような体勢で、前兆もなく突然寝た感じ、何度も一緒に飲んだことがあるけど彼女のそんなところは見たことがない。結果 A さんは一人で伊藤と専属トレーナーの2人を相手に酒を飲むことになってしまったと。私は日本酒も焼酎も苦手で味の区別もつかない、なのに何のお酒かもわからない一升瓶のお酒を缶中杯をチェイサー代わりにして飲まされました。もうどんどん飲まされちゃったんですね、うんうん、本当はどこかの時点で B ちゃんと一緒に部屋を出なくてはいけなかったのですが、大阪に土地勘がなく正直言った自分たちがどこにいるのかもわからなかった。その場に事務所の社長もおらず、自分たちの力だけで宿泊先のビジネスホールに帰るという考えには至りませんでした。でうんと、まあこういう、まあ、こと細かにそれ書いてるわけなんですけど、はい、目覚めた時は B、 これは B さんの方だけど、はい、私は下着を剥ぎ取られ股を広げられた体勢でした。トレーナーの男性から覆いかぶされて思うように足を動かせず跳ねのけることもできなかった。詳しく描写も出てますけど品が悪いので読みませんが、はい、うん、まあ、これは去年の6月23日に日本代表とペルー代表の親善試合の、まあ、夜っていうかね、試合があった後で、まあ、その試合見に行こうっていうふうに東京で言われて、仕事でつながりがあってね、つながりがあるからっていうことで社長が連れて行って、うん、まあ、そこに B、A さんにともう一人 B さんもいて、うん、女性2人ね、うんうん、でその2人が、まあ、その伊藤純也と、うん、まあ、最初はなんか浅野前田大然と
浅野拓磨も最初飲み会には、最初の飲み会には行ったらしいんですけど、そっから今度ホテルに移って飲むみたいな感じになった時は、まあその伊藤純也とそのトレーナーに対して、そこ社長がなんかいなくなっちゃって、あのという話みたいなんですが、その時もなんか運を噂で乗り込まされた感じですよね。まあそうですね。だから僕はこれは社長が責任があるんじゃないのっていうのが僕は一番ありますよね、はい、思いますけど、でただまあこの女性も20代なんですよね、だから10代だったらまあちょっと、まあ、当然飲ましちゃいけないっていうのもあるんですけど、20代でどうかなというか、まあだけどこの彼女たちの話を聞いた限りは、はい、単なる、お酒とも思えないような感じだね、はい、まあまあそれはね、はい、それは本当にもう証明することはできないでしょうけど、はい、あったのはダメでしょうけれども、はい、またサッカー協会があの出すとか出さないとか右往左往してるのもないんだよね、あれね、一回やめるってまた今度出すっていうこと、また最終的にやめるとかさ、すごい重要な選手ではあるんですよ、右サイドで、左が三笘っていうのがいて、右に伊藤純也がいるともうかなり崩せるんですよね、はい、相当真ん中が空きやすいんで、そういう立場をさ、はい、やっぱり自覚して、はい、あのこんなそのあれしちゃいけないんだよね、はい、そういう教育が足りないんじゃないの、それこそ。まあそうでしょうね、まあ、若い選手、はい、若い人たちが集まってるわけだから、はい、そういうことあるわけで、はい、そのそういう衝動は、はい、でそれについての教育をきちんとさ、はい、それはそのサッカー協会もチームもさ、はい、しとかなきゃダメじゃないの、はい、